あ、始まってる？始まってた？あ、すいません。今日ね、これ、ユーカーパックもう一回ね、ちょっと見てたんですよ。車買い取りオークションユーカーパックということでね、こちらのオークション形式で、車を売ることができるというね、ものがあるんですよ。いや、ちょっとね、やっぱね、車ってね、ちょっとでも高く売りたいですよね。特にね、普通のお店売っちゃうとね、なんか中間マージンとかね、いろいろ取られちゃうんで、自分で売りたいなと思うわけなんですよね。皆さんね、思ってますよね。高く売りたいですよね。いや、それでもね、やっぱ個人売買ってなるとね、結構リスクもあるので、まあちゃんとしたね、こういうユーカーパックというね、代行、これオークションの、まあ代行してくれる会社なんですよね。まあそこにお願いして、まあ車を売ると、まあ安心なわけですよね。まあその実際のね、これ、今日はね、これベルファイアと、ホンダの、アコードですね、それがね実際、どういった感じで、オークション、値段が上がっていくのかなというシーンを今日は解説します。こちらね、ちょっとモザイクかけてます。この画面ね、一般公開してないんで、まあ今これ一般公開。ちょっとね、結構珍しい画面だと思います。皆さん参考にしてくださいね。まずはこれベルファイアですね。Z、グレード Z、A エディション、ゴールデンアイズということでね。まあ年式とちょっと排気量ぐらい言いますね。2017年式の3月ということで、まあ、3年落ちか。あ、まあまあ新しいですよね。で、走行距離が、2万2000キロぐらいですね、約。で、排気量が、2.5 リッターと。こちら、スタート価格が、186万円からなんですね。で、右側、ホンダアコードハイブリッド LX ということで、2013年、あ、7年落ち、結構走っております。走行距離も11万ぐらい走ってますね。で、排気量2リッターと。まあ、これハイブリッドなんで、まあ、ちょっといい価格がつけるのかなと思ったんですけど、スタート価格は、20万か。まあ、20万からのスタートということですね。これ、まあ、それぞれね、売り手の方としては、売り切り価格っていうのをね、実は設定してます。それがね、まあ、ここには書かれてないですね。入札するね、相手側には、まあ、分かってない状態ですね。まあ、いくらでね、設定したんでしょうね。で、これね、総合評価、ユーカーパックのね、評価点数っていうのが、ベルファイアは 4.5、アコードハイブリッドは 3.5 ですね。まあ、アコードハイブリッドはしょうがないですかね。年式が。まあ、年式と走行距離がね、結構いっちゃってるんでね。約ね、12時間で、完結するオークションということですね。まあ、これ今はもうすでに半分ぐらいからスタートしてます。だいぶね、早送りもしてる状態ですね。お、入札入りましたね。290万入りました。ベルファイア、ありがとうございます。もっと上がりそうな気もするか。どうでしょうね。こっち新しいですもんね。あとね、2時間50分ぐらいあります。とあ、アコードの方もね、52万まで入札が入ってますね。お、さらに300万超えました。ベルファイア、すげえ。300万と1000円ですね。みんな刻みますね。お、あ、また上がった。あ、売り切りになりました。310万で、このベルファイアの方はね、まあ売り切りということで、まあここでもうすでにね、成立するんですね。まあ310万以上でしたら売りますよという、これ意思表示ですね。アコードハイブリッドの方は、60万1000円まで、60万1000円までアップしてます。いや、面白いですね。こうやってね、どんどん上がるの見てると。これ実際自分の車だったらもっとドキドキするな。はい、1時間切りました。残り50分。いやー、なかなか競ってますよね。買う側の気持ちとしては、ちょっとでも安く買いたいけど、まあ実際はね、この中古車のね、経営してる方とかが多いと思うので、これあれなんですよ。法人しかね、買えないんですよね。
あのベルファイアの方はね、もう310万以上であれば、まあ上がれば上がるほど、まあ得をした気分が味わえますよね。このアコードの方は売り切りいくらだったんでしょうね。まだちょっと売り切りに達しておりません。まあ、ちょっとね、時間があるので、ここで、よくある質問ということで、ちょっと読んでいきますね。ユーカーパックの、サービス利用に費用はかかりますか？まあ、手数料ね、取られるのという感じですよね。査定から売却までの、サービス利用は一切かかりませんということですね。なお、新規、会員登録費用や、年会費もかかりませんということで、まあ、この辺がね、やっぱり、中間業者じゃないなというところですよね。まあ、これオークションなんですよね、基本的にね。出品できない車ありますかと。そらあるでしょ。それ動かない車とかダメなんじゃないですか。車の状況によって出品できない場合がございます。事前にご相談くださいと。まあ一旦ね、相談してみてくださいね。買取店と直接会うことはありますか。まあできるだけね、あんまり多くの人と会いたくないですよね。まあ、売却承認されるまで買取店と、直接会うことはありませんと。引き取り指定場所にお伺いすることになりますと。まあそっか、最後ね、引き取るときに、それはトラックで来ますよね。その時に会うと。ローンが残ってるんですが、出品できますか？これね、聞きたいとこですよね。あ、出品可能です。売却価格がローン残高より不足している場合は、不足金額をお支払いしてくださいね。まあそういうことですよね。売り切り価格とは何ですか？値段交渉は自分でしないといけないですか？売却価格とはオークションで、買取店から提示価格がこの金額を上回ったら売りますということですよね。まあオークションなんで、まあ金額設定をね、まあするということですよね。まあせっかくオークション出してもね、希望金額上回らなかった場合でも、このユーカーパックさんがね、希望価格の買取交渉をしてくれるということなんですね。交渉してくれんの？いいね。売買契約成立から、売却金額振り込みまでどのくらいの、期間がかかりますかと。まあ、要は売ってからね、早く金が欲しいということですよね。いつ金がもらえるんだと。あ、そうか。まあ、名義変更ね。こういうのが、まあ、必要なので、まあ、その辺が受理できたら、約10日前後で、振り込みということですね。はい。というわけで、ちょっとオークションもう一回見ていきましょう。あ、もう残り19分まで来てる。はい。残り、いや、どんどんちょっと、こうぐっと、残り1分までちょっと早送りしました。これでもうほぼ決まりかな。トヨタベルファイア Z は、5万上がった。最後の最後で上がりました。315万ですね、今。で、アコードハイブリッドは、62万1千か。まあ、この辺なんでしょうね。アコードの方は、あら、なんかまた残り2日になりましたね。あ、そっか、希望金額というか、売り切りに達成しなかったんですね。お、残り2秒。どうだ？終了なのか？ 315 万。終了。ということで、ベルファイア、見事315万で売れました。まあ、売り切り価格が、まあ、310万でしたので、まあ、自分が考えているより、さらに、5万円プラスで買えたということですね。いや、この5万円結構大きいよ。しかもね、さっきのほら、この手数料、このユーカーパックにお支払いする手数料というのがね、0円なんですよね。そこはすごいところですよね。はい、というわけで、車買取オークションユーカーパックでした。じゃあね、ボーイシュー。